よし、皆さんこんにちは。今日は、野球のユニフォームを着ています。プロ野球がね、いよいよ開幕ということで、僕も野球大好きなんですけども、今日は野球のユニフォームを着て、そしてこう開幕したということで、野球のね、用語を解説にたくさん入れて、今日はちょっと特別な気持ちで解説していきたいと思います。鈴木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。10分切れ負けでやってきますんで、対局始まったらミュートにして解説の方よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、鈴木さん、今日ね、先発は何になるでしょうかね。対局開始。鈴木さんね、聞こえない状態にして、解説していきたいと思います。また相振りか。さあ、相手は先発四間飛車、そして鈴木さんは、お、これは石田流ですね。石田流の先発になりました。これはね、相手も四間飛車得意そうですから、エース対決になりそうですね。うん、さあ、いきなりちょっとね、悩むところですね、ここはね。さあ、いきなり、これはちょっと波乱の出だしですよ。乱打戦になるのか、いきなりね、投手戦になる、持久戦だと投手戦って感じなんですけど、対してなんかもう激しい戦いになると、なんか乱打戦という感じになりましたよね。さあ、相振り飛車です。これはどうなんだ、乱打戦ですね、これね。もうね。なるほど。あ、しかしね、相手もちょっと穏やかに行きましょうという感じになりましたので、これは、なんだろう、5八金とか上がって、ゆっくり行けば。おー、いい感じなんじゃないですか。うん、これはね、もう1回からね、バシバシヒット、ホームランみたいな乱打戦になるかと思いきや、これはね、まあ1回は何事もなく無難に過ぎるっていう感じになりそうですね。はい、うん、さあ、ここからですよね。しかしここ1回ちょっとチャンスもあるよ。これ今ね、ベンチに角いますけど、この角をね、ホームラン狙いで6号角と打っていくの。お、ほら、マウスが6号に来てるもん。これはいきなりバットを合わせていくと、いきなり、まあ、ホームランまではいかないですけどね、三塁打ぐらいの、お、鈴木さん、冴えてる。これはね、いきなりね、ノーアウト三塁ぐらい来ましたよ。これね、桂馬取り切ればもう結構点数ですしね、歩取っても点数ですからね。さあ、相手どうしのいで、おお、相手もギリギリのところで、しのいできた。ちょっとここ、ただ、8三角成になっちゃうと、2七角成で乱打戦になっちゃうから、これ取って取ってね、あそこを開けたっていうことで満足するといいですね。はい。これはね、うん、まあ、三塁打までは行ってないですけど、ワンアウト二塁ぐらいになりますよ、取れば。うん。同角同歩で、ちょっとチャンス広げていきましょう。って言ってもね、これは鈴木さんには聞こえていません。おーっと、乱打戦の方に行っちゃった。これは乱打戦だ、うん、これはね、角になられてね、うん、ちょっとね、ペースの取り方が難しくなってくるんですよ。まあでもこれで気持ちを切り替えて7四歩とかいって乱打戦ですね。鈴木さん、乱打戦好きなんだな。これね、2七に角になられちゃうと王様超えませんからね、もうどっちがたくさん点を取るかっていうような勝負になりますね、うん、はい。さあ、とここからどれだけね、チャンスを作っていけるか。ミスは怖いですね。エラーとかね、ダブルプレーとかね、そのだけは怖いんで、ちょっとコツコツね、ポイント重ねていきたい、重ねていきたいですね。まあ、馬で取っておくか、飛車が走っていくか。なかなか大技はちょっとね、狙えなそうなんで、まずはコツコツといく感じかな。さあ、相手も何を狙ってくるか分かんないですからね。これお互いにちょっと怖いですね。なんか乱打戦の中でも結構神経を使う、感じだな。いや、結構お互い神経使うんですよね、これはね。お互いに王様囲えないですからね。さあ、ここは一周パトロールして8四馬一回引いておくのがいいでしょう。はい。私はね、今日はね、DeNA ベイスターズのユニフォーム着てるんですけど、このユニフォームはね、昨年ね、始球式をやらせてもらった時にね、作ってもらったユニフォームで、はい、すごい、よく着てますよ、普段も。よく着てるっていうか、たまになんかね、気持ちを入れたい時とかね、着て、やっぱりなんか、引き締まりますよね。
今日はセンスの代わりにグローブも持って鈴木さんの応援です。メガホン持って旗持って振って応援した方が良かったかな。で、お、シャトリ来た7分。さあ、でもなんか結構あれですね、折り合ってなんかいい感じで、いやー、マジで力戦だな。どこがいいんだ。まあこれは5、6飛車とか回ってまた前向きに行きたいですね。ここはね、ちょっと気持ちで負けないように。2、6飛車、今カーソル来てますけど、こっち回っちゃうとなんか居飛車みたいになっちゃうんで、そうで、チャンスあれば飛車切っていくよみたいな感じでね、気持ちで負けてはいけません。野球もやっぱり技術だけど気持ちも大事だと思いますからね。さあ、これでね、ちょっと自陣を整備しておきたいですね。3八銀とか美濃囲いでね、そうすれば結構王様も超えて互角以上の戦い。あとは時間ですよ、時間。時間は体力だから、ここでちょっと時間削られちゃうとね、野球で言うとちょっとあれですね、控えの選手を使っちゃってっていう感じかな。野球で言うとわけわかんなくなっちゃうかもしれないけど、終わる。さあ、3八銀上がっておきたいですね。ちょっと自陣の手入れ怖いんで、不動おっかねえなって言ってますからね。3八銀上がっておけば相当負けにくいと思うんですけど、一回上がっといて、そこをね、強化しておくのは、カーソル来てるから。パッと上がればいいんですよね。そう。パッと上がればいいんですよ、鈴木さんね。結構、悩んで躊躇しちゃうとこあるんで、そこはパッとやっちゃうといいですね。でも、鈴木さん、すごいうまくやってますよ。相手は意欲だよ。さあ、結構ね、遊び駒がないですから。で、これで66銀とか。美濃囲い。おお、いいじゃないですか、こうってね。で、あと66銀77桂と使っていけば、これ鈴木さんね、作戦勝ちですね。はい、ちょっとね、序盤戦リードっていう感じですよ。いろいろありましたけど、なんか乱打戦になりそうだったり、結構序盤からヒットはいっぱい出たんですけど、結構ね、お互いピッチャーが頑張って点取られない。お、これ馬も引けるな。なんか誘ってんの？ 6馬引いて7六銀とかもありますね。これはね、あんまり深読みしないで自分のやりたいっていうのをね、どんどんやっていくといいんですよね。ちょっとね、リズムが悪いですね。何をやってんだ。パッと引けばいいんですよね。パッと引いて銀立ってったらいいと思いますよ、これは。あれ、読んでたのにやらなかった。ちょっと危ないかな。でも大丈夫かな。鈴木さん、3七馬とか食ってちょっと怖いかもしれないけど、まあでも同桂取れば大丈夫か。慌てなければ大丈夫ですね。相手もね、王様が薄くて怖いところですからね。ただ次5五銀と出ちゃうと、同馬で大変なことになっちゃうので、5五銀と出てほしくないですね。次だから8五馬とか引ければだいぶいいのかな。あとは7七桂とか使っておくとか。鈴木さんいい感じですよ。お、来ました。え、これ読んでないのすごいですね。これは一目さんなのな。なるほど、なるほど。いや、すごいな。なかった。すごいな。見せますね。でも待てよ。これはスーパースターのリアクションだな。見せますね。まだこれ同桂8円で取られても。悲観しない方がいいぞ。桂馬で取るんで、桂馬で。うわ、銀で取った。桂馬で取ってほしかったな。7七桂。鈴木さん、もうちょっと読んでほしいな。7七桂。左桂を使ってほしい。角、いやー、ちょっとね、左系がね、今ね、こう、まあ、ちょっとね、使えてないんですよね。だから、まあ、ベンチもね、使えるといいのかなっていう気はしますね。遊び駒の活用がうまくいくと、随分ね、楽になってくるんですけど、左系使っておきたいなぁ。同角なら同金同飛なり。あんまりね、ホームラン狙っていくと危険なんですよね。まだね、ちょっとそこまでね、狙っていく感じではないですよね。いやー、狙っていっちゃったなー。いやー、これ飛車なられてね、どうなっちゃうんだろう。飛車を8七になられて。いやー、また乱打戦になりますね、これはね。鈴木さん、乱打戦好きだな。激しくなりますよ、これ。8七飛車なり、5三角なり、8九言っていくと。
鈴木さんの頭の中ではこれは同金で取ってくれるっていう話が取らないですからね。待ってよ、放置されると結構これ攻略するの大変かもしれない。金しかし取って5三金とゴリゴリ行くのはワンチャンあるか。お、これね、鈴木さん取って5三金とか取って4三金ありますね。金はちょっと良くないかな。ワンチャンね。でもやるんだったらもうゴリゴリ行った方がいいですよ。金金やるなら徹底的にやった方がいいですね、これはね。ここうん、もうどんどん攻めていかないと。同金金。さあ、今ワンアウト一塁二塁ぐらいですけど、チャンスを広げることができるか。さあ、ワンアウト一塁二塁。鈴木さん、ちょっとね、相手に今リードされてますからね。ここで。これもうね、なんか弱気にいっちゃうとダメですね。もう考えてるんだったら行った方がいいですよ。さあ、行ってほしいな。ここはバットを長く持ってフルスイング。行ってほしいな。ここはできれば、ビッグイニングにしてほしいな。結構悪いですからね。時間もないですからね。これ行ってほしいな。だってマウス動かしてるのに行かないのはもったいない。5人は同金、4三金がいいですね。それで結構。お、行った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 。いいぞいいぞ。4三金、4三金。4三金。4三金行ってほしいな。5三金って迷うとこですけどね。これね、ワンチャンね、一気に勝ちまで持ってくる可能性ありますよ。これワンチャンスね。今ツーアウトね、二塁三塁です。ツーアウト二塁三塁、ちょっと前進しました。さあ、ここで相手が受け間違えれば一気に勝ちまで。おー、強い、相手も強い。しかしね、歩を取ってね。んおー、相手も強いぞ。相手もすごいな。これは相手強いな、見せるな、うまい。いや、結構しっかりしてますね、受けがね。鈴木さん、俺、しかし、どうだろう。相手ね、まあ今ちょっと、2アウト2塁3塁、点は得点は入らなかったですけども、でもね、うまくね、追っつけてね、これはまたチャンスができそうな感じですよ。龍がね、できればチャンスもできてきますからね。いやー、これ面白いぞ。あとは残りの時間との勝負ですね。時間が少ないので、はい。あとはどれだけね、そうだな、内側ですね、インコース、内角をどれだけ攻めていけるか。これ厳しくいかなきゃダメですよ、厳しく。まあとにかく飛車をなって、相手の手竜を寄っといて、うん、そういかなきゃダメですね。相手2四玉とか逃げてくる可能性もありますからね。あ、逃げる。そして、金を使う。うん。ああ、でもただ、さっきな、3かな銀で取っちゃったからな、自陣がちょっと薄いのも気になるんですけどね。でも、とにかくこれを4二金とか使って、遊び駒を活用しといて、チャンスを待つ感じですね。はい。まだ軸が寄らないだろうと見て。さあ、どうなってるでしょうか。もう7回の、7回ぐらいまでね、ゲーム来ましたね。多分ね、得点としてはかなり負けてるんですけれども、ただね、いつでもヒットが出そうな感じではあるので、まだ逆転のチャンスはあります。いやあとは時間ですね。お、いいんじゃないですか。いいよ、いいぞ。こうやってね、ちょっとキャンセル待ちというか、ね、ワンチャンヒット割れたら逆転するよっていうのは大事ですからね。おー、相手も結構強気に来ましたね。これでも2七玉と上がって、そうか、でもこれが結構厳しい寄せですね。同金は同竜で詰んでしまう。だからまあ2七玉と上がるしかないんですけど、あとちょっと届かずか。2七玉4九竜が詰めろになりますからね。さあ、鈴木さん、これは8回ぐらいまで来ましたね、野球でいうと。いや、結構きついな。ホームラン出れば楽しいですけど、まあもう2七玉しかないですね。2七玉で2五歩と王手して3五を埋めてみたいな感じでワンチャンス狙えないかな。4九竜だよな。相手もちょっとこう時間作ってますね。まあ2五歩と打つしかないですね。ああ、時間もないな。時間もないですね、ちょっと。いやー、きついですね。相手強かったですね。いやー、なかなか残念でした。鈴木さん、お疲れ様でした。これ、なんだっけ。4五角って打たれたらどうなってました？
5八玉とかですかね、はい、3枚替えの筋狙うやつですね。そうですよ、合ってます合ってます、正解。なんかね、乱打戦になりそうだなっていうところで。鈴木さん、乱戦好きなんですか？いや、大嫌いです。え、じゃあなんで6五角打ったじゃないですか。はい。で、相手5四角打ってきたじゃないですか。はい。なんで8三角成ってなってくんですか、これ。取って取って取って5筋がナボコ開くから攻めやすくなるので、それでもう十分だと思うんですけど。ああ、なるほど。なんか8三角なり2七角成ってなったら、もう自分王様囲えなくなっちゃうから、はい、乱戦必死なんですよ。もう乱打戦ですよ。なるほど。だからここはもう自分の判断で、まあ6五角いいですよ、これすごいいい手ですから。で、相手も必死で5四角って返してきたんですけど、これは取って取って、はい、もうそれだけで十分なんですよ、5筋つかせてるわけだから。四間飛車で5筋つく人いないですもんね。ああ、なるほど。そう、だからここは1本取ってたんです、実は。はい、角打って、なんか乱戦に飛び込んじゃったから、これはちょっと訳分かんなくなっちゃいましたね。はい、この辺はなんか自分の中でマイルール作って、王様囲うまでは戦わないっていう方針でやった方がいいですよ、これは。ちょっとだからリズムが悪くなっちゃうんですよ、時間使うことになっちゃうんで。うん、これちょっと序盤からね、あのベンチの選手をいっぱい使うことになっちゃうんですからね。戸先生、ちょっと意味がないんですけど。まあこの辺いいですよ、ずっと。で、盛り返したんですよね。はい、なるほど。うん、ランダ戦でなんかもうお互いに点数いっぱい入りそうだったんですけど、まあ3回終わってみて1対1ぐらいの感じで収まった感じかな。意外と落ち着いてるんですね。うん、ただ鈴木さんね、リズムが悪いっすよ、はい。ここまでで4分使っちゃうっていうのはちょっと使いすぎです。もう、なんていうかな、マイルールを作って、はい、例えば王様は美濃囲いに囲う、囲ったら駒を使うっていうルールを作っておけば、ここはもう迷わないで指せるんで、はい、ここは考えても答えがないところだから、3八銀3九玉をまず真っ先にやって、はい、そして7七銀6六銀7七桂で駒もちゃんと使って、でそこから考えるっていう感じでいいと思うんです。なるほど。じゃあ銀どっち上がろうかな、どっちが正解かなって言ったら、多分答えがないから一晩悩むことになっちゃうんで、これはもう3八銀でいいです。なるほど。ちょっと迷いすぎですね。いろいろ駒が、成り駒、馬ができてて、しかもこの馬が浮いてるし、うん、なんか大きなミスをして、いっぺんに悪くしちゃったら嫌だなっていうのがどっかで働いてると思うんですよね。でも、実戦、残念ながらその通りになっちゃいましたよね。うん、そうですね。だから、はい、まあいいんですよ。このままちょっと進めてください。はい。そういうのが多分頭のどっかにあるんだったら、飛車を振られた瞬間に6六馬ってノータイムで引くべきなんです。うん、8五馬でもいいから。飛車で浮かれた瞬間に、はい、なんかもう明らかに狙われてるわけじゃないですか。いや、一切気づきませんでしたね。全然1ミリも見えてませんでした。でもさっきはこの馬がなんか狙われそうって言ってたじゃないですか。だから、あ、はい、でも飛車浮きなんだろうって思ってましたね。危機感を持つところが逆っていうか不思議なんですよね。あ、これだから6六馬引いたら相手飛び上がってますよ、逆に。単純なんですよ、はい、考えてるのは3七馬次狙いたいなぐらいの感じで、で6六馬うっかりしてるんですよ、明らかに。相手も結構困ってるんですよ、これ多分この段階で。だから銀上がってきてくれたら3七馬行きたいなぐらいの感じなんで、はい、6六馬引いて4二飛車に7六銀とか使っていけば鈴木さんは必勝体制になるんですよね。でここはなんか相手の注文というか相手任せにしすぎちゃってて、ちょっとここは気持ちを強く持たなきゃいけないところですね。うん。で、ロブログインで3七馬。で、ここですよ、また。ここで結構、うわーっつって。で、エラーが起きましたね、はい、3七馬に。これは3七馬、同桂も考えなきゃいけないんですよ。同桂。これ結構緊急事態じゃないですか。ミスして。はい。で、ミスした時って、なんか、平然って言ってたら悪くなっちゃうから、同桂で4五桂跳ねていくぐらいの気持ちは欲しいですね。なるほど。うん、そうか、1ミリも考えませんでしたね。だからここが時間使うとか、これ何秒考えてるんですか。あ、まあ結構考えてますね、うっかりし。でもうっかりした考えですね、うっかりしたやべえっていうね。あ、そうですね、反省ですね。だから普段30秒ぐらい考えてる局面って実は 2,3 秒で指さなきゃいけないところで、このサナルマンのところは同桂か同銀かで悩まなきゃいけないところ。できればもう駒が前に行くっていうことで同桂取ってほしい。だってこの身の奥が崩れちゃうじゃないですか。はい。多分桂馬で取ると3筋の歩が伸びてくるとか考えてると思うんですけど、うん、なんかね、はい、考えちゃいがちなんですけど、そういう贅沢を言ってる場合じゃないんですよね。うん。うん、これ同桂取る。なるほど。
で8四飛車に駒7七桂と跳ねる一手です。ああなるほど。ここは7七桂跳ねて6五桂で右の桂も4五桂と跳ねていけばもうこれは必勝態勢になりますよ。ここはね、確かに前には駒がいってますけどつんのめっちゃってますね。駒が使えてない。飛車と角だけの攻めになっちゃった。もう1枚欲しい。なるほど。3枚の攻めでいけば7七桂って飛べば多分飛車がなってくると思うんですけど、まあ、それで3二角打つとか、はい、6五桂跳ねるとか、うん、右の桂が3なのにいればもう完璧でしたね。そうか。まあホームラン狙いだったと思うんですけど、鈴木さんだって5三角なのに同金とか読んでるんですもん。そうですね、ちょっとここのあたりは、うん、勝負感が悪いかなっていう感じがします。だからね、はい、多分ね時間を使うところのポイント変えた方がいいですね。やっぱり勝負どころで時間を使えてないかなっていう感じはあります。はい、これユニフォーム着て何言ってんでしょうね。なんだろうな、防げるミスっていうのもありますからね。多分一番最初のところかな、やっぱり6五角5四角の局面かな。ここだからこれ8三角になってたら2七角になられるの分かってるわけじゃないですか。はい、だからここはまあ相手5四角ってやってきたんだから、まあ別にそこは取って取って3八玉とか別に普通にやっといて、なんだ普通の序盤戦ですもんね。なるほど。乱戦好きならいいですよ、8三角成。確かに。まあ、あとは同角同歩で7四歩って1本ついちゃって同歩に5三角って言ってば自分だけ馬作れますね。そういうやり方もありますね。そうかそうか、取ってからか、はい。まあでも鈴木さんこれ前向きな失敗だからいいんじゃないですか。そう考えます、ね、前に行ってますから、はい、まあ、あとは3七突っ込まれた時前後のところか、なんかそう、心配しなきゃいけないところで心配しなくてね、心配しなきゃいけないところ心配しないっていう、ちょっとちぐはぐになっちゃってますね。はい。あとはリズムかな、時間の使い方。いつも結構こういう感じで使ってます。なんかね、序盤でやっぱ時間ちょっと使いすぎてます。一手に20秒30秒って考えるシーンが多いんで、はい、大体3秒、まあ、5秒ぐらいで指せるといいですね。一手ね、5秒ぐらいで刻んで指せるように、はい、だから一手には一手で考えちゃってるところがあるんで、やっぱ流れっていうのはあるんで、将棋には。次は自分は何がやりたいとか、どういうふうに勝ちに向かっていくっていうことをもうちょっとイメージできるといいのかな。なんか一手には一手対応してる感じですもんね、この辺ね。一手には一手というと、あの、一手ずつ読んでる感じ。ああ。流れがないっていうのかな。はいはいはい、そうですね。結構使ってますね。なんかこう、相手にやられた手に対して必死に一手一手対応してるって感じになっちゃってるんで、ペースがなかなかつかめないんですよね。これはずっと、昔からずっとそんな感じですね。そうするとなんか言いなりになっちゃって自分の将棋がさせないっていうところがあって、ひょっとしたらそこが一つまた大きな課題かもしれませんね。で本来石田流とか中飛車をやるっていうのは自分のペースで戦いたいからやってるんですよ。相手のペースで戦う戦法ではないので、はいはいはい、その辺はちょっと課題かもしれないな。いやー、相手も強かったな。でも5三金に対して4二金って寄ってきたのとかすごい強かったっすよ。こう、うん。これね、いいですか、このシーンね、はい、6一角とか打ったら鈴木さん勝ちなんですよ。分かってました。6一角、うん、角受けてきたら6一角って打ったら5二飛車成と言って、はい、5二飛車成同角金打って4二金、うん、で、あ、積んでるのか。そうでね、多分だけど、はい、鈴木さん 5三角成になった後とかも結構時間使って考えちゃってるんで、あ、相手その間にこの辺どうやって受けようかなって読めるんですよね。だからここもバン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 って畳みかけていけると相手もなんか慌てて受け間違えたりとか勝ちまでね、なんか持っていけるかもしれない。ただこれ5三歩同金4二金ってすごい上手いしのぎですよ。これ相手がちょっと1枚上でしたね。ということで、鈴木さんは対局を頑張ってくれまして、私は今日はでもなんか野球の話を少し入れれたんで、はい、僕としては嬉しいです、はい、で今日から野球もたくさん見れそうだし、はい、でもなんか今日はちょっとでしたけど、今後なんかちょっとテーマを設けて解説とかもしてみたいなと思うんで、はい、それの第一歩でした。はい、はい、鈴木さんは引き続き初段を目指して、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。はい、
ということで、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして本日もありがとうございました。バイバイ。